やっぱりなんかエニアグラム謎だよなと思ってこんな本を買いました、はい、スタンフォード式エニアグラム診断と解説、はい、という亀田ブックサービスというところの本を買ってですね、はい、ちょっと自分が迷っている3と6を読んでみたんですよ、はい、3と6というのは一応この健全と対抗でつながっている、はい、まあ、エニアグラムはもう基本はもう369で、はい、後のタイプは369のウィングですなんでね、はいはい、でちょっとそこでマウント取ったりしてるんですけど何のすいません、はい、で3と6を読んでみると達成者と堅実家はいくつかの性格の特徴を共有していると。それは達成者は堅実家のストレスの時のタイプ、タイプ6がストレスがかかると3っぽくなるよっていうとこですね、はい、で堅実家は達成者の安定時のタイプだと、まあ、統合の方向に向かうと6っぽくなると、はい、安定時の達成者はもう少し探究的で思慮深くなり物事を達成するときに人を信頼するようになりますと。ストレス時の堅実化、はい、タイプ6はイメージを気にするようになり目標を達成しようと突進しますと。両者が違うところは堅実化、タイプ6は行動を起こすために感じている危険や疑惑に打ち勝って挑む力を与えてもらう必要があるのに対し、達成者は活動的な全身エネルギーによって目標指向性を持続させています。達成者は成功、賞賛、承認をつかむ一方で、堅実家はそれらに対しあまり心地いい感情を抱いておらず疑念を抱いていますと。はい、6ですね。6っぽいですね。6っぽいですね、はい、確かにね、はい、スタンフォード式ですね、はい、なるほど。やっぱりなんかアクションをするときは、はい、大丈夫だよが欲しい気がします、はいはい、誰かの、はい、か一緒にやりましょうって言って、はい、やってる気がします、はい、大丈夫ですって言ってくれる人とやってるやってる気がしますね、はい、うん、3っぽくはないですもんね。3っぽくないですね、はい、自分の中から出てくるような、はい、自分の中にはもう常に、はい、あの黒い疑念の鍋が沸騰してますよ、はいはい、呪詛しか出てこない、はい、臭い、うん、なるほど。で、まあ、これを読み進めていくとね、はい、ただそういうのが迷った時に、はい、センタリングしましょうなんて言うんですよ、はい、そのセンタリングっていうのは自分を真ん中に置いて、はい、自分がどんなフィルターを通しているか、はい、っていうのが書いてあるんですね、はい、でそのフィルターっていうのは、まあ、エニアグラムでいうセンターの話、ヘッド、はい、ハート、ガッツ、はいはい、ここでもそのハートセンター、ヘッドセンター、ボディセンターなんて書かれるんですけど、はい、ちょっとこの 1,2,3 紹介させてもらいますね、はい、このハートセンターというのは、エニアグラムでいうと 2,3,4 ですね、はい、これはもしあなたがここでね感情中枢って書かれると、はい、この16タイプとか MBTI を勉強している人間からすると、はい、F が出てくるんですよ、はい、F が、はいはい、まあエニアグラムでもよくフィーリングセンターなんて言いますもんね、はいはい、もしあなたが感情中枢タイプ234であるとすると、あなたは感情的知性のフィルターを通して世界を認識していますと。あなたはムード、他人の感情状態に調子を合わせ、他人と密接につながっているという安心感を得ようとすると。あなたは他のタイプに比べより他者の承認や認識に依存し、自分の自尊心と他人から愛されているという気持ちを擁護します。その承認や認識を一層得やすくするために、あなたは自分のイメージを築き上げ、他者から認められ特別な存在として扱ってもらおうとしますと。もちろん感情中枢タイプだけでなく、すべてのタイプが感情的知性に依存しており、よりクオリティの高い感情中枢、いわゆる共感、理解、同情心、愛情などを生み出しているなんていうのが書かれていて、はい、この、ま、昨日の動画でもちょっとお話はしたんですけど、はい、僕はなんかそのちっちゃい頃からね、はい、好かれようとして、はいはいはい、こんな媚びを打ったような、はい、愛嬌を振りまいているんですけど、はい、これを見るとね、なんかね、
俺はハートかっていうのが出てくるんですよ、はい、でもみんなあるとは言ってるじゃないですか言ってる、はい、じゃあ次行きましょう、はい、次思考センターヘッドセンターですともしあなたが思考中枢タイプ567であるならあなたは思考機能を通して世界を認識する傾向があるとこの動きの目的働きの目的は懸念を軽減し起こりうる辛い状況などを処理し分析把握想像計画立案などの思考過程を通じて確信を得ようとすることですともちろん思考中枢のみならず全てのタイプが思考中枢に依存しておりより高度なクオリティの思考中枢知恵洞察力直感思慮深さなどを育んでいます、はい、では最後、身体中枢ボディセンターですねもしあなたが身体中枢タイプ891であるとするとあなたは、身体的感覚そして本能的衝動の知性のフィルターを通して世界を認知する傾向があるとあなたは個人的地位や権力を用いて自分がこうなってほしいと願う通りに人生を変えていこうとするとあなたは世界の中で自分の空間を確保し不快感を軽減するための戦略を打ち出す当然身体中枢タイプに限らず全てのタイプが身体中枢の知性に依存しておりそれは行動に必要なエネルギーを確保し状況ごとに使うべき力を見極め世界に根ざした存在の意味を満たそうとしますと、はい、っていうのを、はい、読みですね、はい、このフィーリングと、はい、いやフィール感じると、はい、直感がね、はい、感情タイプと思考センターに分けられるんですよ、はい、参った、はい、結局ねスタンフォードよと混ぜるからですよねはい、16タイプとね、はいはい、確かに二等兵は難しい感じはします、はい、気難しいですよねいろんなのに反応するから、はい、これもあるしこれもあるしみたいななんて言うんでしょうバーナムの法則でしたっけあなんか、はいはい、該当するもう該当するのは大体散りばめられてるから、はい、どのタイプにも、はい、僕ではがあるそれは、まあ、その説明の中にもありました、ね、ありましたしねみんな依存してると、はいみんな持ってるし、はい、磨こうとしてるしって、はい、依存してる、はい、って書いてありましたし、はい、確かに、はい、だってそれよりもみんなの依存してるよりも一歩出てるみたいな説明ですよねああそうですね、はい、どこにいる自分が本当の自分かっていうのをよく考えるんですよ、はいまあ、よく、まあはい、自転車で最近行動してるので、はいまあ、自転車を漕いでるときに、はいそういうのをよく考えるんですね、はいはい、で多分その時が一番自分なんだろうなって思うんですよ漕いでる時自転車を漕いでる時そうするといろいろ考えてるのが自分ってことじゃないですかなるほど考えてる状態が自分だとそうするとヘッドっぽいですねヘッドっぽいですよね、はい、で確かに俺は一人だとは思うんですよ、はい、結局人間一人だ、はい、っていうところに落ち着かざるを得ないんですね、はい、なんかそうやって思ったり認められたいと思ったりみたいなのをいろいろするから混乱してくるって感じですよねただあのこの場を作ってなんか好かれようとしてるの、はい、もう、まあ、これは昔から学校でも小学校時代中学校時代、はい、高校時代大学時代会社でも基本皆さんが見てるのこれがどこにでもいる僕なんですよ、はい、こっちが本当本当も何もないじゃないですかこのエクストラバート外交な僕が本当なんですかね。はい。これは多分、なんて言うんでしょう。MBTI でいうところの、多分、主機能がここで発揮されてると思ってるんですね。MBTI は、まあ、なんか特性っぽい感じじゃないですか。特性？そういう、まあ、そういう行動をしてるみたいな。はい。外交的な行動をしてる。うん。みたいな感じで。こっちで元気が出る。僕。はい。はい。なんか、エニアグラムって、なんかそこではない感じがするじゃないですか。ああ。はい、はい、なんか深いところみたいな、まあ、16タイプが深くないとは言ってるわけじゃないが、はいはいまあ、こういうのが気になっちゃうんでねごめんなさいね、はい、確かに、はい、その時にやってる時に何を思ってるかとか何を思ってるか何を思ってその行動してるかみたいな、はい、何にとらわれてるのかみたいなはい、はい、
はい、で結局この動画で締めくくりで考えていたのは、はい、エニアグラムのタイプで迷ったらぜひ話しかけてくださいっていう、はいはい、あ迷ってますけどね、はいはい、ただまあ6なんだろうなとはちょっと、はい、あの分けるとするとね、はい、6なのかなとは思ってるんですけどね、まあ、さっきの説明、うん、3と6で迷ってる人の説明、はい、とかはそんな感じじゃないですか。そうですね、はい、達成には憧れてますよ。でなんか落ちた時にそっちに寄り行くみたいなのある。落ちてるのかな今その認められたいみたいな。そう、はい、あのただ渇望してるのは何かに認められないと、はい、僕はダメなんだ、はい、っていうのがあるといえばあるかもしれない。はい、まあ、6、はい、ま、これって今 3の話をしたつもりだったんですけどね。僕6と受け止めましたあ、そうですか。何かに認められなきゃいけないみたいなのって、6、安心安全を求める6の説明かと思って、僕は今その何かを達成してない僕は、はいはい、ダメなんだっていう3の説明をしたつもりでしたけどね。はい、はい、6の説明だと受け止めました今なるほど、はい、で僕が今ずっとだからその多分言葉の受け止め方みたいなのも影響してくると思うんですよね。言葉の今の言葉、はい、で3にも言えるし6にも言えるじゃないですか。何かに認められなきゃいけないみたいなのって、これ対象そういうのないですか。何がですか。何かに認められないとみたいな、うん、ありますよ、ありますけど、そさっきの話ですよね。そこに依存はしてるけど、はい、それが一番ではないみたいな。あ、なるほど、はい、しその今の言葉でも言葉自体が3とも6とも言えそうじゃないですか。言えますね、はい、っていうのはありそうかなっていう、っていうところでね、私が思ったのは、はい、その、はい、迷った人一緒に迷いましょうっていう話と、はいはい、エニアグラムはタイプを決めましょうじゃないんじゃないかと、はい、これこの本読んでも、はい、この本では決められますって言ってますけどね、はいはい、決められる人には決められるんでしょう、はい、でもまあ決めなくていいんじゃないって、はい、これ間違い、ま、っていうのがまた気になってくるんですけどねどこにもそのこと書いてないしな、ま、決めるなみたいなのが書いてありますよね、エニアグラムって書いてある、まあ、本にはだいたいこの本で決めましょうとは書いてあるんですけど、そのまあなんかエニアグラムの本で決めるものではないみたいなことが書いてあった気はするんですよ、ね、まあね、その探っていきましょう、はい、探ってずっと探り続けるものみたいな、はい、はい、ありがとうございます、はい、と思い、ちょっとなんかこれを読みながらね、ちょっと、はい、スタンフォード式エニアグラム診断と解説、はい、どうやってなんかまたちょっとエニアグラムのお話も、はいはい、どうやってしていけば楽しいんだろうと、はい、多分こうエニアグラムと MBTI 的なのが、はい、感覚がこうごしゃっと混ざってるのでこれね、でも、はい、今僕は、はい、それを使命だと受け止めてるんですね、はい、いやこれは、はい、ミックスして何かが生まれるんだと。ミックスすると多分混乱が生まれますよねカオスが、はい、混沌が生まれると、はい、パンドラの箱を開けるなと、はい、なるほど、そうかもしれないですね、はい、その感情とかって意味が違う感じがするじゃないですか。違う気はします、はい、でもアドボケイトしたいんですよ、はい、提唱、はい、提唱、チャンピオンは提唱したいんですよ、はい、ただ疑ってるのは、はい、俺は今 NF になりたいだけなのかっていうのは常に疑ってますけどね、はいはい、SJ かもしれない、はいはい